皆さんこんばんは、上水幸でございます。サイコパスのラジオ、ぜひ最後までお付き合いください。今日は人間関係、今と昔という話をしたいと思っています。人間関係を築いていくにあたって、大きく2つのアプローチがあるのかなというふうに思っています。一つは、なるべく誰からも嫌われないように気をつけて接するということ。もう一つは、たとえ嫌われたとしても誰かには好かれるであろうというアプローチを取るということ。たまに第3の選択肢でですね、誰からも好かれようとするアプローチっていうのがあるんですけども、それは誰からも嫌われるので、まあ今回は除外して、なるべく誰からも嫌われないように接しようとするアプローチか、多少誰かに嫌われるかもしれないけども誰かには好かれるであろうというアプローチかっていう、この2つの方向からですね考えていきたいなと思うんですけども、インターネットとかがない頃っていうのは、いわゆる都市か集落、まあ、都会か田舎かみたいなので違ったのかなと思うんですよね。集落で暮らすには、誰かに嫌われてしまったらめちゃくちゃやりづらいから、誰からも嫌われないようになるべくね、まあ、村社会じゃないですけども弾き飛ばされないようにですね、うまくやっていくということが大事なのかなというふうに思いますね。あんまりいい例えではないかもしれないですけども、学校のクラスみたいなのって集落っぽいですよね。30人とか40人ぐらいの塊で、まあ、1年間狭い部屋の中で過ごすと、まあ、下手したら3年間同じクラスで過ごすと、やっぱり嫌われたりするとやりづらいですよね。特にこう力を持ってる人に嫌われたりとかするとなかなか肩身が狭いですよね。リスクを取って誰かに嫌われるんだけども誰かに好かれるみたいなアプローチっていうのは比較的取りづらい環境かなと思いますね。それよりはなるべく嫌われないような振る舞いをするっていう方が、まあ、安全であろうというふうに思います。ポイントはですね、そのコミュニティが閉じているってことだと思うんですよね。学校のクラスって別に、なんだろう、ちょっと気に食わないからってことでクラス替えしてくださいってことにはなかなか難しいですよね。もう自分は学校に行かないとか転校するとかね、もうそういう極端な選択を取らないと、いわゆるそのコミュニティから出ていかない限り環境を変えれないというところがあって、まあ、そういう閉じた状況の中では好かれることよりも嫌われないことの方が重要であるというふうに僕は考えます。で、一方でですね、僕は成人してしばらくしてから福岡市の方に、田舎からね出てきました、田川という町から出てきて、まあ、集落から都市に出てきたっていう感じなんですけども、でこの都市の生活がね、僕はねとても心地が良い。まあ、都市って言ってもまあね、そんなにバリバリの都市ってほどでもないですけど、福岡は、まあ、とはいえ田舎に比べると町かなという感じで、何よりさっき言った閉じているっていうところでいくと逆なんですよね。開いてるんですよね。多少開かれているから、こう嫌われるようなアプローチを取って、嫌われるようなアプローチを取ってっていうか、リスクを取って個性を出して、その中の誰かが自分のことを好んでくれれば成り立つっていう、そういう環境だなというふうに思うんですよね。要は誰からも嫌われないようにこう配慮するような暮らしじゃなくて、普通に自分らしさを出していくと。で、それで嫌われることもあるけども好かれることもあって、その好かれる人が残っていくから、結果好かれる人っていうか、まあ、自分のその個性を好ましいものと思ってくれる人だけが結果残っていくので、いい関係の人だけが残って、そうでない人が残らないっていう感じで、結果いい関係ばっかりになるみたいなのが、今僕はこの福岡生活十数年送ってですね、日に日にというか年々いい環境になってきてるっていうのが正直感じるところですね。つまり僕はおそらくその誰からも嫌われないっていうアプローチよりも、誰かにから嫌われるかもしれないけども誰かから好かれるかもしれないっていう、ちょっとリスクを取りに行く、ちょっと個性を発揮していくようなアプローチの方が性に合ってるんだろうなっていう感じですね。だからこれはどっちがいいとかじゃなくて、自分の性に合ってる方法があると思って、なるべく誰からも嫌われないことが得意な人っていうのは、変に都市で暮らすよりは集落で暮らした方が
心地いいんじゃないかなと思ったりしますね。要は無理なくその居心地のいい環境が作れるってことだと思うので、そうかなと思うんですけども、そういう集落と都市みたいな対比が通用しない時代になってきたなというふうに思います。まあ、インターネットですよね。単純にインターネット、特にその SNS を今皆さん多くの方がやっているという中で、このインターネットでの人間関係っていうのが、今言ったその開かれたものと閉じたもののハイブリッドであるというふうに僕は考えるんですね。もう一回おさらいすると、その集落のような閉じた環境の中では、まあ、好かれる、リスクを取って好かれに行くよりも嫌われないことの方が安全であると。で、都市においてはなるべく誰からも好かれ、誰からも嫌われないような振る舞いをしたところで、多数の情報の中でインパクトもなく埋もれてしまうので、多少嫌われるような個性を発揮してでも誰かに好かれる、そんな、アプローチを取った方が都市では生きやすいというところがあるというような話でした。で、これが SNS 時代になるとどうなってくるかっていうと、2つの段階に分かれるのかなと思っています。まず、自分が存在していると、自分はここにいるよということを知ってもらうためには、なるべく誰からも嫌われないようにおとなしくするのではなく、多少嫌われてでも主義主張をねして、個性を発揮して、あ、この人面白いねとか、あ、この人の言ってることなんか共感できるわとか、あ、この人が言ってることすごい参考になるなとかっていう、何でもいいんだけど、その何か尖ったものがないと、その人がその人であるというふうに認知してもらえないと、認識してもらえないという課題がある。その意味ではですね、究極の都市型、都会型であるというふうに思うんですね。まず自分が存在している個性を出していかないといないことになってしまうみたいなね。なるべく誰からも嫌われないようにと思えば、何も発信しないとかアカウント作らないっていうのが一番いいし、まあね、あの全く投稿せず見るだけの人とかいますけども、それでいてね、なんか例えばコミュニティとかにも参加せず、本当にただ SNS アカウントだけ作って誰かフォローして見てるだけだったら、本当にいないのと一緒みたいになっちゃってるんだと思うんですよね、このインターネット上においては。まあ、何かを発信する、自分から発信することで、まあ、興味を持ってもらって、あ、この人いるよね、例えば上水というやつがいるよねということで知ってもらったと。で、例えば分かんない、100人が僕を知っていて99人が嫌いだけど、1人が僕のことを、あ、なんかこの人面白いねとか、この人いいねって思ったかもしれないという、まあ、そのパーセンテージは何パーでもいいんだけども、結果誰かが自分を気にかけてくれているという状況があり、人間関係が発生すると。ここまでが一つ目の段階であると。で、ここから人間関係が始まるわけですけども、次のフェーズに行くと、今度インターネットってすごいクローズドな感じしませんか？コミュニティとかもし入っている方いらっしゃれば、肌感覚としても分かると思うんですけども、リアルなね、こうオフラインの人間関係よりも閉じている、知らない人がポンと入りづらいような、そこの中の人にしか通用しないような、そういう結束感とか、閉鎖性があるというふうに思うので思います、どうでしょうか。僕はそのように思っています。なので、入り口はあれだけ都会的だったのに、入ってしまえばめちゃくちゃ集落的であると。なので、ここで急に戦略を変えて、リスクを負って誰かに好かれるっていうコミュニケーションではなくて、誰からも嫌われないようなコミュニケーションをするように心がけないと危ないということですね。このコミュニティに入るところまで個性全開で入り口突破しました、 OK です。で、そっからもうそれで行こうとすると、今度嫌われたりするので、でそして閉鎖された中で、まあ、学校としてですよね、その中のごく一部の人はもしかしたらそのカーストの上位にこう食い込んでいくのかもしれないけども、大多数はあの人迷惑だよねとか、あの人うるさいよね、あの人なんか滑ってるよねっていうことで、排除されるような、そんな思いっきり排除されるか分かんないけども、そういう空気にさらされるというふうに思うんですよね。まあ、最初ら辺に僕は自分の性に合ったコミュニケーションスタイルでやっていけばいいんじゃないかっていうふうに言ったんですけども、そういう時代でもなくなってきてるなと思って、まあ、みんなね、インターネットつながって、まあね、高齢者の方ちょっと分かんないですけども、まあ、今の30代とか、まあ、40代以下とかですね、基本 SNS、 何らかの SNS やってるのかなというふうに思うんですけども、なるべく誰からも嫌われないだけでもダメだし、ちょっととんがったことやって誰かに嫌われるけど誰かに好かれるだけでもダメっていうね、入り口では
リスクを取って誰かにこう誰かの注意を引くような誰かに興味を持ってもらえるような個性を発揮するんだけども、つながってからはおとなしくしておくという、そういうバランス感覚みたいなのが今求められてるんじゃないかなというふうに思いますね。そういった意味でね、めちゃくちゃコミュ力が問われる時代に来ているなというふうに個人的には感じています。で、僕はですね、人に嫌われるタイプであるので、あまりコミュニティに入れてもらえるところまではすごいありがたいですが、そこから先ですね、なかなか活発にアクションできないというかですね、つい、人の迷惑になる前と思うと存在感を消すとかね、発言しないみたいな形になってしまって、急に存在感がなくなるタイプですね。まあそれが課題かっていうと、まあ、そんな困ってないので課題っていうほどでもないんですけども、という事実があるという感じですかね。皆さんはどうでしょうか、誰からも嫌われないっていうことが得意か、それとも誰かに嫌われるけどもちょっと個性出して誰かには結構好かれるんだよねみたいな、そういうタイプか、まあ、いずれにしてもですね、その両方を、まあ、ある程度のバランスで求められる時代に来てしまったという感じが僕はしています。本日は以上です。またお会いしましょう。さよなら。